構ヒップホップとか DJ 機材とかを使ったりするような番組で、ここにそのセットをするらしいんですよね。なのでさすがにちょっと生放送から生放送っていうのは難しいということで、1週目だけね隣の B スタジオからの放送になります。今ね西さんがちょっといろいろやってくれてるみたいですけど、その後どうですか？何か大きくなったって大丈夫そうかな。じゃあはい、そんな感じで今ね準備をしております。少し音戻ったかなって、もかたちさんもありがとうございますね。この後の生放送の方準備優先で OK ですというふうに明卓さんも帰ってきてくださいましたが、まあそう、それでだからブログとかツイッターやフェイスブックでもちょっと書いたんですけども、9月からはミュージックボックスの担当集が少し入れ替わってね、まあ私とアラン・ヒルズ、今までの1週目4週目だけが逆に入れ替わるっていう感じで、今日は1週目アラン・ヒルズで、2週目鈴音さん、3週目ミュージコさんはそのままで、4週目が私古谷香織という感じでちょっと変更になります。なので多分こうやってユースとホットをやっている間にきっとアラン・ヒルズもスタジオにやってくるんじゃないかなと思いますね。どんな感じになるんでしょう。同じ1時間でもね、やっぱりちょっと今手元にミュージックボックスの新しい進行表があるんですけれども、新しいコーナーが始まったりね、音楽番組ですからミュージックボックスは、今まではねライブハウスだったので結構ライブのボリュームが大きかったんですけれども、まあ、今回はこういう普通のスタジオなので基本的にはライブはやらない方向で、番組を構成していくということで、新しいコーナーなんかがいくつか入ったりね、あとは今までと違うのはやっぱりこう生放送なのでユーストホットとか、まあ、夕焼けホットとか西ラジとかと同じように皆さんからメッセージを募集するというのが一つ大きな今までとの違いですかね。でね、これもちょっと違うんですけれども、まあ夕焼けホットとかはこう 毎週毎週ねテーマが変わっていくんですが、ミュージックボックスは、まあ、4人パーソナリティがね週替わりでいるので、こう毎月その月通してのメッセージテーマになりますということなので、9月のミュージックボックスのメッセージ投稿テーマは生放送でやってもらいたいことというのが、9月のミュージックボックスのテーマになります。メッセージテーマなので、ぜひぜひ1週目のねアラン・ヒルズの2人にで、2週目は鈴音さんに、3週目はミュージコさんに、4週目は私に、それぞれこう生放送でやってほしいことを毎週各パーソナリティ宛にねメッセージを送ってもらえればなと思います。送り先とかは他の番組とね一緒です。メールは 839@fmhot.jp、 ファックスも同じで 042-776-0839。 メッセージフォームもありますし、あとね一応ツイッターのハッシュタグも見ながらやろうということになっているので、ぜひシャープ小文字でミュージックボックスでツイートしてもらえると、放送しながらコメントなんかも取り上げていけるんじゃないかなと思います。そうですね、タクは一応このまま西さんがやる予定です。はい、大変ですよね金曜日は4時から7時までの生放送をやって、でこういうストリーム限定配信で1時間から2時間やって、でちょっと休んで10時から11時ね、
どうなるんでしょう。大丈夫なんですかね。ちょっと心配ですが。鈴音さんのね、コーヒーっていう 発音を直すコーナーとか。私の飛ばせてキックダウンコーナーはこうラジオだと全く分からないからね ラジオで車とかキックダウンとかできないからね。何かやってほしいこと、やらかしてしまいそうなこと。いや、だからですね、今月は最初の月なので、新しいコーナーとかもね、いろいろやる予定なんですけども、あとは具体的にもうちょっとこういうのをやってほしいっていうのがあったら、それを活かしていこうと。ね、4人というか4組それぞれみんな個性バラバラなので、それぞれのミュージックボックスっていうのをこれからリスナーの方と一緒にね、作っていけれたらいいなということで、ぜひぜひ新しい新コーナーに反映していきたいので、本当にラジオでできそうなことを 送ってもらえると嬉しいです。放送中に喋り出さないようにマイクは取り上げてもらってください。西さんのマイクですか？いや、でもほら、たまにさ、例えばミュージコさんの場合だったらさ、今までタムタムがこうツッコミを入れていたようにさ、たまにこう入っていかなきゃいけない時もあるかもしれないもんね。千田坂さん、お疲れ様です。いえいえ、お忙しい時もあるでしょうからね、またお時間のある時に参加してもらえたら。日産フル稼働の日ですね。こう寝不足でやってきたら大変なことになる日ですね、金曜日は 今までもさ、仕事でね、寝不足でなんとか3時間の生放送をこう寝落ちしそうになりながらなんとかやって、でほら7時になったらもうここでパタって寝ちゃってた時とかあるじゃないですか。そういうのがね、できなくなるかも。そうですね、誰か卓をできる人。でも今鈴音さんの時はね、水曜日のアコステでももう西さんがスタジオに来ることはだいぶ少なくなって、コッペさんがずっとタクをやってくれているので、またちょっと番組が変わって、こういろいろ構成が変わって曲を入れるところとかこう変わってはくるけれども、基本的にやることは一緒なのでね。コッペさんは、お手伝いしてくれるかもね。特に鈴音さんの回なんかは。書き込みでツッコミを。ラジオだからね。ミュージコさんの時は逆に西さんにマイクを 持たせておかないと。事故に。ねえ、この生放送のちょっとした怖さが。どうだろう。私も生放送経験ありだし、鈴音さんも今ね、生放送やってるし、ミュージコさんはいつも収録とかではね、月光団の中のコーナー、テイクアウトでゴーゴーとかやってるけど、まだちょっと生放送慣れはもしかしたら、そこまでしていないかもね。大きいくしゃみが聞こえた びっくりした 豪快なくしゃみが今聞こえてきましたけど。アランヒルズの2人もね、先週 JAXA でリポーターを生放送でやりましたけれども、またこう生放送、スタジオでの生放送ってなるとちょっとね、違うかもしれない。でも2人いるとどっちかがね、ちょっと詰まっちゃっても、どっちかが
フォローしてくれたりすれば安心だよね。視聴者から曲の振り付け送ってもらってラジオで送る、ね、ラジオだから基本ラジオだからあのタイムラインは一応見ながらやるつもりですよ。はい、よ第4週以外はカオリンはアシスタントはやらないと思います。はい、みんなもう自分たちで一人で二人でできる人たちばっかりなんで、最初はね私も多分スタジオ、まあこのまんまね、あの金曜日は私もいつも来ているのでそのまんま立ち会っていくと思いますけど、慣れてきたらじゃあお先にって言って帰れると思いますやってみながらですかね。それでもなんかちょっとメール取りに行ったりするのが忙しそうで必要であれば AD はやりますけど。恋愛相談コーナー、相談者が来るかな。ね、恋愛相談コーナー、これ例えばですからね、恋愛相談じゃない違う相談、人生相談コーナー、人生相談されてもいいコメントができるかわかんないけど、私がタコをやって西さんが喋るとか、私にタコやらせるんですか。コッペさんの浜小コーナーを熱く語りそうですよね。経験ありってさっきまで生放送していたじゃないですか。はい、そうでしたいやでもまたこう一から違う番組ってなるとね、多分私も今月の4週目はすごい緊張すると思います。最初はずっと BGM かけとかないといけませんな。音があると安心だよねやっぱりね。ミュージコさんの時は年始の時みたいに西さんと会話的にしてもいいかもしれませんね。1時間では足りなくなるかな。足りなくなるねこれきっとミュージコさんはでもね、あの大丈夫だと思います。もしかしたら時々おかしなことを言うかもしれないけど、ちゃんとあの最初はね慣れなくて大変かもしれないけど、慣れてきたらちゃんと一人でも喋れると思いますよね。七夕もやっているしねそうだね、鈴音さんの週はミュージックボックスとアコステの違いをどう出すか、同じ1時間だしね、同じ音楽番組だもんね。ラジオでコスプレコーナーラジオだからラジオだからね皆さん。 TBS ではラッキー池田が踊ってパーソナリティが必死にフォローしているのが面白かったけどあ、そうですか、そういう番組があったんですか。うん、カオリンの今日の猫コーナーとか、猫コーナー、何、猫を紹介するの。あ、ちょっと待ってくださいね、こんなことをやってほしいの今じゃなくて、ぜひミュージックボックス宛てに送ってください。何々名人の連写コーナー、机を何回叩けるかとか、美味しいお店紹介コーナー一応ですね、音楽要素を強く出すということで、まあなんか最近の音楽ニュースの中からいくつかピックアップして紹介したりとか、あとはこのね町田相模原近辺にもたくさんの音楽する場所があるわけですけれども、ライブハウスとかミュージックバーとかカフェとか、そういうところから
なんだろう、おすすめのライブ情報なんかを募り紹介するとかね。そういうコーナーなんかはあります。いよいよラジオでバドコスを。ラジオだから、たけちゃん。相模原探検隊ってのを結成して、相模原や町田を歩いたレポートをする。なるほどね。スタジオの外に出ていく。相模原探検隊っていうコーナーあったね。金曜ハミングでね。目黒さん元気かな？思い出のスピードとか。思い出のスピード？どの？スピード？その季節の歌を1個選んで、その曲について語るとか。曲もね、たくさん書けるところがあるので、それぞれのパーソナリティが選んだ曲を、その曲について語ったりしながらオンエアすると思います。はい。あれですね、今日の1回、まあ、リニューアル1回目の放送を皆さんぜひ聞いていただいて、そうするとね、こういうコーナーが新しくできたっていうのを知ってもらえると思うので、その上でもっと他にこんなことをやってみたらどうかなっていうのを送ってもらうと、もしかしたらいいかもしれないですね。1時間って長いですか、短いですか、どうですかね。1時間か。今となっては短いかもしれないですね。なんかやるコーナーがいっぱいあったりすると、結構1時間ってあっという間なんですよ。夕焼けホットとかもやらなきゃいけないのがいろいろあるから、結構1時間あっという間なんですけど、フリートークが長かったりすると、だからミュージックボックスの収録をしていた時は結構長く感じてたかもしれない。10分ぐらい喋らなきゃいけないところがいくつかあったりしたから。なんかね、だからコーナーがいろいろあると短く感じるけど、今回はね、コーナーがいっぱいあるから、もしかしたら短く感じるかも。一つのコーナーにどれだけ時間を割けるか。確かに。うん。そうですね。どれくらいの時間を使えるかにもよるかもね。大体でも5分刻みぐらいかな、曲を挟みながら。途中10分間メッセージを紹介したり、ツイートを紹介したり、自分自身がその日のテーマについて喋ったりするところがあるけど、まあ5分ぐらいのコーナーって思ってもらうといいかもしれない。あ、ゲストとかもね、いるときは多分お呼びしてゲストコーナー作っていくと思います。アコースで聞いているとあっという間。1時間ね。そうだよね。今西さんはそんな、このあと10時から始まるミュージックボックスの生放送の準備をしております。今日の富士見湯コーナー、これは西ラジでいいんじゃないの？ 私は1回だけ行ったことあるけど、他のみんな行ったことないからね。富士見湯、何それっていうことになるでしょ。
そうなんです。コーナーが多すぎても時間に追われちゃうんです。2時間番組なのにオープニングで30分喋るラジオ番組とかあったよ。西ラジとかね。西ラジも2時間の時代に1時間くらいオープニングで喋ったりした人もいたもんね。募集したメールを Q シートにして試運転せんとね。ね、実際にやってみないとなかなかできるかどうか、実際にできるかどうかわかんないかもしれないけど、まあでもこう案はね、たくさんいただいて、その中からできることが見つかればいいかなと。まあ、今回その月替わりで投稿テーマが変わるんですけど、やっぱり毎週ね、パーソナリティが変われば、そのパーソナリティに送る内容とかもきっと変わってくるじゃないですか。私にやってほしいことと、多分鈴音さん、ミュージコさん、ランヒルズにやってほしいこととかは変わってくるでしょ、きっと。そんな感じで、毎週でも送ってもらえるような感じの投稿テーマで、きっと毎月やっていくと思うので。抜き打ち的にピザーラが何分で配達できるか調査するコーナー。これあんまりあれじゃないですか？ミュージックボックスでやらなくてもよくない？みたいなコーナーじゃないですか？ せっかくなんでね、なんかそれぞれのキャラを活かせるようなものがいいですよね。西ラジは2時間番組の時、そうだ、1時間じゃなかった、1時間半前説の時があった。ぜひぜひフッサのね、フッサももうそろそろトイレ工事が、もうなんかちょっと写真を見せてもらったんですけど、工事もうだいぶ進んでるみたいで、もうなんか使えるくらいまでになってるみたいで、トイレ工事も無事に終われば そろそろ営業自体はね、まだ多分いろいろきれいにしなきゃいけないところとか、看板がまだなかったりとか、完璧には整っていないと思うんですけど、とりあえずオープンはできそうな感じに。にさんもね、9月中にはオープンしたいって言ってたので。ね、そしたらぜひフッサに来ていただいて、帰りには富士美湯行ってください。富士美湯は22時間営業してますから お風呂に入ってからフッサに来てもいいし、帰りにお風呂に入ってってもいいしね。オープニングに1時間喋るにしらじ。そうね。あ、ねえ、ミュージコさんだったら、そうそう、中国語とかがね、得意だから、そういう中国語とか、台湾とかよく言ってるから、なんか台湾にまつわるコーナーとかね、ミュージコさんにしかできないコーナーが、できそうじゃないですか？文章も短めに？北坂さん言われてます そんなこと言ってないよ。まあ、簡潔にまとまってると助かりますけど。月1の番組が4本ある感じなのかな？そうですね。同じ内容でもやっぱり担当する人が変われば、若干カラーが変わってくるのでね。アーティストの地域性もね。そうそうそう、鈴音さんだったらなんか北海道にまつわるコーナーとかね。トイレ、西さんが座ったら壊れそうって
たけちゃんが言ってます。惜しい、あと30分喋ると前説で終わったのに。2時間時代の西ラジね。さすがにそれはちょっと申し訳なかったんじゃない？投稿たくさんもらってる中でだったからね。綺麗にちゃんとウォシュレット付きの綺麗なトイレになりそうですよ。台湾のアーティストをゲストに。ねえ、もしそういう台湾の方で出演したいっていう人がいたら、そういうのも面白いですよね。あ、お兄さんありがとうございます。ステージボックスがスタートしたんですねーって。いよいよ、ちょっとずつ始動って感じですかね。あ、富士美湯はね、24時間じゃなくてね、22時間営業なんです。2時間だけ、掃除の時間があるみたいで。5週目は、なんか、どうするんだろうね。西 さんが喋ったり、誰かが喋ったり。まあ5週目スペシャル、早速さ、今月5週目があるんですよね、9月29日。まあ何かやると思います。台湾ラーメンを紹介すると、台湾の美味しいものとかね、紹介するのもありか。アランヒルズなら星にまつわるコーナーとかできそう。宇宙好きだからね。ぜひそういうのを今夜の番組宛てに送ってください、よたかさん。めいたくさんは食事から戻りました。お帰りなさい。富士見湯ザブができそうだ。富士見湯ザブ、誰が出すの？富士見湯のザブを。はい、そんな感じで、今ね、準備を進めているところです。いやー、もう9月ですね、皆さん。あっという間に、なんか夏も、今年の夏も、終わっちゃいそうで。結構、今日なんかも涼しいですもんね。私もね、今日はエアコン、冷房とかつけずに、3時間放送しました。ちょっと外に出たら涼しい、肌寒いくらいだもんね。お祝いのメッセージもね、皆さん本当にたくさんありがとうございました。無事に39歳、サンキューの年を迎えましたよ、皆さん。まあでも、番組の中でもお話ししたんですけど、西ラジのスタートとともに誕生日当日を迎え、朝家に帰り、もったいないなと思いながら寝て、でお昼ぐらいに起きて、ひたすら家の片付けをしたら誕生日が終わりました。 そんなもんですよね。で、なんかコンセイションさんが西ラジの前にね、やっている番組、お笑いプレイオフザレディをやっているコンセイソンさんがロールケーキをくれたので、それを誕生日ケーキとしていただきました。そんな誕生日でした。はい。今日はそんな感じで、誕生日の思い出っていうメッセージテーマだったんですけども、ね、夕焼けホットの方にもたくさんのメッセージありがとうございました。まあでも大体誕生日の思い出っていうと、子供の頃のお誕生日の思い出を思い出しますよね。お誕生日会とかいただいたけど、やっぱりそういうのをね、
やるお家も多かったですもんね。私も小学生の間くらいは近所にやっぱり同じ年くらいの子が何人、そういえば何人も何件もか、同級生だったり1個上だったり2個上だったりちょっと下だったりとか、近所でやっぱり同世代の子が多かったから、そういうお友達を呼んでね、お誕生日会やってもらいましたよ。もう確かにみんなにこうお祝いしてもらえるのも嬉しいんですけど、そのいつもと違う感じ、自分の家にこう友達がいっぱいいる感じが嬉しかったりしますよね。なんか家、実家に帰るとそういう時の写真なんかも残ってますけど、母なんかがね、こう料理用意してくれたり、ケーキがあったり、まあなんかこうちょっといつも違う食卓になっていて、そう、あとなんかプレゼントを選んだりするのも楽しかったですよね。友達、逆にこう自分のじゃなくて、同じようにやっぱ近所で今日は何々ちゃんのお誕生日会っていう時にプレゼントを選んで持ってったりするのが、なんかこう女の子同士楽しかったかなっていうのを覚えてますけど、そうそう、西ラジではね、おめでとう言ってくれるかなと思ったら、西さんトイレ工事の話をしていたっていう。誕生日会に誰を呼ぶ、呼ばないでいろいろあった。本当ですか？ そんな 子供の頃から、なんかそんなのしがらみ的な。誰々くんを呼んだら、誰々くんも呼ばないと悪いかな、みたいな。ね、誕生日なんてそんなもんですよね。たけちゃんは9月28日が誕生日。毎年この日を境に一気に秋が来るので、一番の毎年の思い出です。9月は結構まだ残暑が厳しかったりして暑い日が多いですもんね。で、いよいよ10月ってなると本当に肌寒い日が増えてきて、本格的な秋っていう感じがするかな。まあ私は8月30日なんでね、やっぱり、まあ小学生ぐらいの時まではお祝いとかみんなにしてもらったりしてましたけど、だんだん中学生とか高校生とかになると、まあ宿題に忙しい時期ですよね。友達もそうだし、自分も宿題に追われていて、慌ただしいっていう、そういう感じかな。なんかでも夏休みだから、逆になんか友達に会えなくてつまらなかったかもしれないです。だから夏休みに誕生日じゃない方がいいなとかってちょっと思ってたかも。お誕生日会、地元のお店でプレゼント選ぶと被る可能性が高かったので、名古屋駅まで買いに行ったりしたな。そうなんですね。被ることを気にして、そこまでね、気を使ってたんですね。池さんは今は誕生日が来るたびに年を取るので憂鬱でしかない。だんだんとね、なんかおめでたくないよっていう人も増えてきますよね、年齢とともにね。まあその気持ちもわかるかな。誕生日が基本祝日前で、夜とか遅くまで
いられるので、20代の時には飲み会をやってもらえたな。そっか、9月22日ってことですもんね。そっかそっか、翌日は秋分の日で必ずお休みっていう。あ、それはなんかちょっと得した誕生日じゃないですか。ね。なんか私は30日生まれですけど、なんか本当はね、29日に母が病院に行ったらしいんです。もう生まれそうみたいな感じで行ったんだけど、なんかなんだっけな、ベッドがいっぱいだったかなんかで帰らされたらしいです。今日はいっぱいだから明日また来てみたいな感じで それでその次の日になったらしいです。まあだから返されるくらいだから、そんなに切羽詰まってなかったんだろうと思うんですけど、だから誕生日にを迎えるたんびに、子供の頃は本当は29日が誕生日だったんだよって言われてました。ところで、彼氏とお誕生日の思い出は、たけちゃん、またそういう書き込みを。ね。私は新学期ブルーになる子だった。夏休みが終わって新学期が始まる時ってことですか？私はなんかね、学校がすごい好きだったので、早く学校に行きたかったですね。なんか登校日とかすごい喜んで行ってた印象があります。それぞれの誕生日の日の人の家に、それを理由に押しかけて、みんなで勝手にゲームとか漫画を読んでいたな。お礼の時もみんな勝手に来て適当に漫画とか読んで買ってた 適当に。誕生日を理由にね。よあいちゃんさんの甥っ子は12月25日が誕生日なので、クリスマスと一緒にお祝いされてブツブツ言っています。こういうのありますよね。これは子供としてはやっぱり プレゼントが一個にまとめられてしまうっていうのはちょっと悲しいよね。違う日だったら2つもらえるのにっていう。クリックマンさんは誕生日はどこかからミサイルが飛んできそうな日だから落ち着きません。あ、そういう日なの？飛んできてもおかしくないだろうな、予想されてる日みたいな。ザカさん、もうだってアカウントに書いてあるんだもん、誕生日。そうそう、昔はそのあたり緩くて、私はほんと3月生まれらしいけど4月にずらしてもらった。そんなにずらせるんですか 誕生日 え？そうなの？1日ぐらいだったらなんかわかるけど。かおりん、前日8月29日だと焼肉の日と言われるよ。そうだね、タミヤさんと一緒。なんか私の誕生日近辺ってすごいお友達の誕生日が集結していて。前日もね、タミヤさんのお誕生日だったし、その前日もお友達の誕生日で、で、さらに、私の誕生日の次の日も友達の誕生日で すごいです。
なんか固まってるんだよね。ね、もしかしたら焼肉の日だったかも。西さん、こっそり寝てたりして。いや、そんなことないと思うんだけど。多分ね、向こう側の事務所でなんかやってるんだと思いますよ。うちは12月27日でしたが、ちゃんと分けてやってました。お祝い。現金にした時はクリスマス、誕生日、お年玉と大変でした。おー、そっか。年末ね。27日か。ちょっとあれですね、クリスマスをまとめてしまうには、27はね、ちょっとクリスマスっていう感じじゃないしね。しかもそっか、お正月のお年玉もあると、こりゃお父さんお母さん大変ですね。お塚くんは4月1日が予定日だったのが、なかなか 出荷完了されなく14日に出荷されたので、なんとか90年、95年度生まれとなったと。まあでもね、ういちゃんとかだったりすると予定日よりすごくずれるっていうのはよく聞く話ですよね。うん。池さんとこは、めいっ子は誕生日が、あ、元旦っていう人もいるよね。かわいそうだなと思っていつも奮発してあげています。元旦か。これもなんかこう、年末から慌ただしく新年を迎えて、その最中に誕生日っていうのも、これもなんか忘れられそうな忙しさに負けてしまいそうな、そんな日ですね。昔は1週間ぐらいは OK だったらしいよ。そうなんですか？あ、クリックマンさんはおつかあくんと1日違い。そうなんだ。みんなそれぞれですね、お誕生日。あれ、できたんですか、準備。すごい今一気飲みしてるけど。姿が見えたんですけど、またいなくなりました。まあそんな感じでね、今日はお誕生日が近かったっていうことで、誕生日の思い出を皆さんからもらいました。ミンミンダハを今飲んで 渋い顔をしている日産が見えました。さあ、今日は数字当て、先週やらなかったんだもんね、バタバタしててね。今日はできるといいよね。なんかでもさ、その誕生日、不思議なのは、お母さんと同じ誕生日になったりとか、そういう人もたまにいて面白いよね。続けてとか、家族でこう続けてお誕生日とか。大人っぽく見えますか？お誕生日すぎてっていうことではないと思うけど、まあでもパーマがかかってるからでしょうね。実は去年の今日、西さんとカオリンが突然うちの店に来た日でした。 Facebook で流れてきました。あー、そうだ、去年は
誕生日の次の日ぐらいから京都とか行ったんですよね。あれだ、ウエストボックスが改装かなんかで1週間ぐらいお休みがあったんだよね、多分ね。懐かしい。もうあれから1年ですか。あれだ、私がきっと 爬虫類がそんなに苦手じゃないって分かった旅ですよね。トカゲとかをちょっと持たせてもらったりして。静岡の清水の、なんだっけ、なんとかズー 爬虫類の動物園みたいな企画イベントをやってて、おやつなの？ ベランダお風呂ザブ新設しましょう。何それ？ みんな入りたくないでしょ？西さんちのベランダシャワー。我が家は妹と父親が2月24、25と誕生日連続しているので、まとめてケーキを食べる日に設定してあります あるよね、そうやって続くのがね。あ、そう。うちの、そうだ。本当は8月29日だったのにって言われたのは、父親が29日生まれで、で、母が9日生まれで、兄が同じく9日生まれなんです。で、私が29日生まれだったら、なんか、すっきりしたのにね、みたいな。私だけ30日になっちゃったから、なんか、ずれちゃったね、みたいなのをよく言われた。別に月がみんなバラバラだから、関係ないんだけど、なんとなく、9日、9日、29日、29日になるはずだったのに30日っていうのをすごい言われてた。意外と爬虫類大丈夫だったんですよ、そう。旅はいいよね。旅に行きたいですね。いや、先日も鹿児島に行ったっていうリスナーさんからお土産をいただいて、こう、ちょっとガイド、マップみたいなのも一緒にもらったんですけど、そういうのを見ているとまたどこか行きたくなっちゃいます。ははははは。さあ準備ができたのかはしら。ははははは。母、父、祖父、祖母。はは。病院の人がね、ちゃんと29日に産ませてくれればよかったのに。イ さんも29日じゃないですか。1月29日。ねね。え。難病？ビジネス人だからね。まあ大丈夫だと思うよ。パソコンも使えるみたいだし、メールもあっちで見れるらしいから。でかい？本当？でかい？気持ち？小さくした？なったかな？このぐらい？なってないかな？音が回る？ブーンって言ってるかな？それはと音が回るって違うだろ。雑音が入ってるだけで、こっち。お疲れ様です。お疲れ様でした。こっちはね、機材の冷却するやつがすごく激しく回っててね。一生懸命冷やしているってことですか？
声でかって。あ、でかい？なんだろう、じゃあやっぱりいっちゃんが変なんだな。こっちの私と西さんの声のバランスが全然違うのか。あ、ほんと？パオリン声ちっちゃ。レベルメーターでは一緒なんだけどね。パオリンの声が西さんの遠くだったみたいになってるし。え？どういうことだ？チェックワン2？はは。はは。チェックワンツー、あ、でもずっとそうだったわけじゃないよね。なんか放送中もちょっとちっちゃかったみたい。あ、本当。体が大きいのはいつもの通りで。チェックチェックワンツー。チェックチェックワンツー。内蔵入力だよな。うん、どう？チェックワンツーチェックワンツーチェックワン。フェーダーから言ってるけど、うん、かなりバックの音を拾ってる。うん、それはもう西ラジの時から、先々週ぐらいから。おかしいなぁ。はは、あ、ほんとだ。やっぱりこっちのフェーダーが一緒なのに、うん、こっちのフェーダーが上がるってことは、はははは。チェックチェックワンツー。いろいろね、設定も変わっちゃったりするからね。何言ってんだろう。これで上がったんじゃない？あ、母？ほら、母？私の声が大きくなりましたか？これでちっちゃいって言われたのか、いつもより。チェック。ちょっと、これでいつもの設定どうですか皆さん？このぐらいでしょう。改めまして、改めまして、こんばんは。改めました、改めました。どうでしょう、このぐらいじゃないかな。いつもの感じに戻ってきましたか？多分、多分。どうかな。来ました、来ました。こんな感じだよね。来ました。来ましたか？私の声大きくなった。ヘッドの、カオリのマイクのヘッドの方の、うん、原因の接触不良だね。おお、接触不良ですか。うん、OK です。こんな感じです。 OK です。改めましてとは言ってません。
この感じです、大丈夫そうです。じゃあそうだからね、 頭からねなんか小さいっていうから、うん、今日あげたのよ。西ラジの時はもうこのぐらいにしてるんだけど、うん、なんでだろうと思ってたけどずっと小さかったんだね。じゃあね、そうだったんだね。だからね音もなんか声の感じが違うから、うん、あラジオの方は変わんないんだ、うん、こっちのソロに喪失してるやつの方で、うん、だヘッドじゃないんだな、ソロ送りの方の方が接触不良でちっちゃくなってたんだな。いろいろありますわね、うん、じゃあラジオの方は問題ない。はい、じゃあお待たせいたしました。はあ、疲れたじゃあ僕はこの辺でいやいやいや西さん、これから毎週こうなるんですよ大丈夫、うん、今日はね、うん、起きたのが朝5時なんだよね。早い、変な時間に2時間ぐらい寝ちゃって、うん、あのホームページを仕上げなきゃいけないんで、やたらあのムービーやら写真やらの準備がすごいあるじゃない、うん、テキストももちろんなんですけどそれをやって、あとヤフオクで送らなきゃいけないやつが3つぐらいあって、うん、しんどかった。お疲れ様です。それでその時間に起きたまんまなのだから、今ミンミンダハ飲んだんだけど、うん、みんな西さんにエールを送ってあげて頑張って11時まで、ね、あと少し頑張って。でも俺今寝ちゃうんだそこで今ミンミンダハ飲んどかないとさ、うん、これからアランヒルズがやってきて、うん、はあ、生アズの生放送よろしくお願いしますって来た時に、そうだよ、緊張しながら、その時に俺がミンミンダハ飲んでたら超不安じゃないあれこれ西さんっつって、西さんってなるよねきっとね。西さんもしかして今日生放送中にハーってなったらどうしよう先に飲んどいて。そんなこと思わないって、まだアランヒルズは。そう、西さんが生放送で寝るなんて、まあ、考えもつかないってそんなわけないもんね、うん、普通ね、普通そんなわけない普通そんなわけない、キューをくれる人が寝てるなんて思わないもん、ね、まだそこまでバレていないと思う。そうね、すぐバレるけどねもう今日だから今全部音を用意して、はい、テーマ曲も用意してなくてさ、お、でそうだ、これから進行表コピーして、それで今オケを全部まとめて、うん、BG 用のやつをデータに全部移して、お、それで今日やるやつのこの町田相模藩のライブ情報、週末の、うん、それを集めててね、うん、忙しい ね、 ね、しんどいわまた BS だってのがね、アランヒルズ2人だからね、ここでエースタでやらせてあげたいんだけど横に並ぶんだよね。ね、そうだね、うん、横に並ぶんだ、狭いところで、うん、エースタだったらねまだライブなんかもやりやすいっちゃやりやすいんだけど、うん、だいぶ機材が違ってね、さっきもエコーかかんないようにしてますけどいいですよ、いいですよねって言われて、嘘、かかんないようにしてるの、かかりたいよね、かけたいよね、チャンネル数が足んないから。ああ、そうなんだ。エコーを潰してこっちのやつをかけてますって言ってて、おお、そういう違いがあるんだ、うん、それでパッチを組み替えてもう一回、あ、それ戻さなきゃいけないな、絶対忘れそうだな、そう、設定を戻すって書いとこ設定変える前に設定を戻すね、はあ、しんどい。もう今日はだからね、来たと金曜日が会議になったみたいでね。え、これからずっとそうなの？
今のとこそうなんだって。そうなんだ。今日勢ぞろいしていてちょっとびっくりしちゃったね。あのスタッフさんが前は火曜日だったんだっけね、火曜日の昼間にやってたみたいで、うん、それが多分都合の悪い人がいるみたいで、うん、それが金曜日に移ったみたいなのよ、はい、で今日来てみたら 何がびっくりって駐車場が全部埋まってるって。あ、そうだね、結構あるのに3、4、5、6、7、4向こうが4ここが3。え、向こう5じゃなかった？うん、2台2台か、じゃなかった？そっかそっか、7あるはずなのに0。そうで、しばらく待ってたんだけど、カオリンが新情報としてなんかすごいたくさん人がいるっつって、そうで今鍵始まったから終わんないと思うっつってね、うん、って言って、それでしょうがないから有料駐車場にね、有料駐車場に止めて、それで、うん、空いたら移動しようと思うんだけどさ、いつまでも終わんないし、うん、放送始まっちゃうし、行けるタイミングってさ、あの54分から相川町インフォメーションとかがある時だけじゃん、はい、うん、その時に空いてくんないともうまた1時間行けなくなるじゃん。そうだね、で1時間ごとに金かかるじゃん、うん、で行ってみたら600円かかってて、あら、1時間ちょっとだったんだけど、うん、でかいでしょ。大きいね。はい、いらっしゃい。お疲れ様。来た？来たよ。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。今配信してます。あ、本当ですか？これは なんて番組でしたっけ？これもう気にしなくていいよ。うん、ユーストだけなので今。そう、ユースト。はい。の生放送は終わってるので。なるほどなるほど。そう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 。そういう金曜日だったんだから、それで600円、600円もだけど、あの別にそのぐらいって思うかもしれないけど、うん、600円が毎週1年間かかると、うん、計算した54週すると32,400円1年かかる。大きい、それ大きい。これでかいでしょ。大きいね。嫌でしょ。うん、うんって嫌だ。まあ、でもしょうがないよね、会議やってたらね。なんかやっぱさすがにいつもはここでやってるらしいんだけど。ああ、そうなんだ。あっちだったでしょ、はい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 、ここ使うから。そっかそっかそっか。だからなんか2時からだったらあっち使えるんですけどねみたいなことを言ってたから、時間少し早めてこっちを使うようにするんじゃない、きっと。なるほどね。うん、3時からだともう1時間ぐらいやってたからね。そうだね、3時からだと4時からの放送でここ準備使うから大事な会議だもんね。だって会社のね、社長以外役員の人まで、うん、みんな揃ってたもんね。そうですね。ちょっとじゃあ喋ってて喋ってるそんな感じです。あの普段はそんなにいないスタッフさんとか、お会いすることのないスタッフさんとかもいて、ちょっとねびっくりしました、来た瞬間に。あ、なんか何が始まるんだろう、これから何が始まるんだろうみたいな、そんな感じだったんですけど、いざという時に西さんが捕まらないから会議を禁止。いや、もうあの西さんも参加しないような会議ですからね。もうこの局のスタッフさんの会議なんでね、そこは駐車場代は経費で、何人ぐらいいたんだろう、もう十何人が一斉にこうテーブルを囲んで喋るってなると、さすがに一番こうスペース的に広いのがここになるんですよね。ここだったら全然十何人入れるから、多分事務所の方でもあのテーブルがあるんだけど、ちょっと窮屈かなっていうくらいの広さなのでね、役員会までなるのかな、まあ、スタッフ会議的なものでしたよね。なんかだから事務所でそれをやってるから
気軽に物とか取りに行けなくて、なんか全然いいんですよ、全然いいんですけど、あの人にちょっと用事あったんだけどなみたいなのをこう話しかけに行けなくてちょっともどかしかったです。そうなんだ、じゃあ金曜日が会議の日になるってことなんですかね。これからね、どうするんですかね。ね、ちょっとプレッシャーな、プレッシャーがかかる金曜日。金曜日は電車でね、ってしたいところなんですけど、金曜日も結局10時からの生放送だと11時にオンエアが終わって、まあ、片付けとかしてると11時半12時近くになるでしょ。そうすると今度また電車の時間がね、みんな心配になる。福生までの相模原からの最終は何時くらいになるんだろう。福生くらいだったら大丈夫なのかな。一応町田は12時半ぐらいまで電車があるっていうのは確認したんだけど、相模原から会議室がね、前はなんかこの同じフロアにちょっとそういう、もう本当に会議する用の長机とパイプ椅子があるようなスペースがあったんですけど、そこが今はねちょっとまた違う会社で使ってたりするんですよね。多分だから前こう大きなミーティングとかをするとき、放送コンテストの審査をするときとかはそういうお部屋を使ってたんですけどね、今は使えなくなっちゃってるんですよね。ってなると一番広いスペースがここになっちゃうんだよね。うまく予定がね、さあそんな感じでいよいよ12時から、12時じゃないや10時からの生放送なんだけど、数字当てはできるのかな、どうなのかな。一応私数字を決めとくか、なんかパッてやることになったら。ちょっと今数字考えときますね。できるかどうか分かんないけど、あれにしようかな、ちょっと待ってね。え、福生は相模原発23時58分。そっか、え、1時間ちょっとかかるんだやっぱり。ってなると日産も厳しいわね、電車で来ることになると帰りがバタバタになってしまうという。朝野で会議しよう。朝野で会議したいけど、朝野も何人、あそこ10人も入れないからね、 7,8 人でいっぱいになっちゃうからね。しかもなんかもう食べたらすぐに出てってあげたいくらい並ぶからね、お客さんが。よし、これにしよう。数字。危ない危ない危ない。メモするときに思わず口に出してしまいそうだった。言っちゃいけない。これ。伝説の309。サオキューで。これ39歳になったからでしょ？どうかな？青鬼さんが必要かだけ教えてください。それ言っちゃうとな、
だいぶ狭まっちゃうからな。駐車場が埋まる前に日産が局に来ればいいだけじゃない。何時に来ればいいんだろうね。早めに来てもうここ通っぴみたいな感じで車を置いちゃいますか。はい、じゃあね、とりあえず数字は決めました。ちょっとじゃあこの駐車場問題がしばらくどうなるのかが気になるところですね。外ではバタバタしています。もうお昼に来てランチボックス乗っ取っちゃいましょう。乗っ取っちゃいましょうってサオキューの悲劇を再び。どうかな、それはどうかな、ちょっと私の口からは言えないな。そうね、それができれば苦労しないよね。バイクですかね、日産がバイク。放送優先でお願いします、会議より。これ間違いないね、放送優先で。何より放送優先ですよね、会議よりも。ここ通っぴって久々に聞いた、懐かしい。確かに久々に言った気がする、ここ通っぴって。あー、バイクは渋滞ないしね。日産がバイクか、想像しちゃった。駐車場にコーン立てときますか。西って書いたカラーコーン。やだ、嫌われそうじゃないですか、そんなことしたら。みんなで使う駐車場だからね。あ、ザカさんもそういうことを言って。そこまで言ってないよ。早い、もうあと1時間ちょっとで生放送ですね。これ私の時どんな感じになるんですかね。9時ぐらいまでこうやってニューストで喋って、1時間で1時間ぐらい休憩してミュージックボックスになるのかな。なんかこの気持ちの切り替えが難しそうだよね。ちゃんとできるかしら。ちなみに今日120キロの人が富士山登ってました。すごーい。なんか日産も体重計乗ったら120キロ台になってたって言ってましたもんね。今体重が落ち始めているらしいです。暑かったしね、富士山エアコンつけずに過ごしてたみたいですしね。ホンダのモンキーでくまモン仕様で、なんかかわいいね、モンキーでくまモン仕様で。バイクのサス、カオリン完璧でしょうって。いやー、どうだろう。そう、このままこのスタジオで始まりそう。そう、一番気をつけなきゃいけないのは夕焼けホットって言っちゃいそうだよね。もうあれだな、なんか始まる10秒前くらいになったらこのミュージックボックスの文字をじっと見てやるかな。
ドキドキ、ちょっと私もドキドキなんですけど。10時になったらね、皆さん今度はシャープハッシュタグミュージックボックスでツイートしてくださいね。どうしよう、数字は決めたんだけどな。じゃあこの際ネタでわざと夕焼けホットと叫びましょう。一発目 A4 の紙にでっかくミュージックボックスって書いて用意しとこう。金曜ハミングから夕焼けホットになった時からこれを使ってます。夕焼けホット839。これをいつもね、目のつくところに置いてあるんです。言い間違えたりしないように。これが新たにミュージックボックスのも作らなきゃいけないね。ただいま。おかえりなさい。数字決めましたよ。数字当てやる一応やるよってなった時のために一応数字は決めといた。はい、じゃあやるか。あ、でもピンポンがない。お題もなく、お題も何にもなくピンポンもないじゃん。取りに行きます。乗せて、はい、お疲れ様です。はい、スタートです。よいしょ。よし、ピンポン。今日はカオリンが数字を考えて決めたやつ。ね、ちゃんと意味のある数字にしましたよ。お、やっぱすごいよね、こっちの音ね、ガーって。ボンボン言ってます。パソコンのファンの音なんだよな。この音はすごいよね。俺自分の部屋でこの音したらぶち壊すよ、ね。これが町の町佐賀ライブインフォメーションポイントですよ。そう、これだよね。これが生きてるメール。生きてるメール。はい。あ、それちゃんと町佐賀ライブインフォメーションって書いてあった。町佐賀。あ、本当だ。あ、いいじゃん、町佐賀ライブインフォメーションって。町佐賀ライブいいですか。西さんが書いたんじゃないの。こんなことを書いた、考えた覚えが全然ないんだけど。町佐賀と相模のってことですよね。うん、ね、でなんかしかも探そうみたいな感じで、街探そうみたいな。おお、そういう意味も、そういう意味も取られて、うん、俺はそうかなと思ったの、うん、シティサーチみたいな感じだね。そう、シティサーチ的な。もう西さん行ってもらってもいいんじゃない。本当だよ、だってご飯やね。大丈夫だ。俺これこんなことこんなこと書いたんだね、俺ね。なんで自分で笑っちゃってるの。あの番組では週末のライブ情報を待ちしています。ミュージシャンの方も番組のライブ情報を送ってください。またミュージックボックスはゲスト出演してくれるミュージシャンも大募集中です。ぜひメールお問い合わせください。あ、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。今日はリクエスト曲なんかもね、もしあったらどんどん、はい、お募集するんですか、ね、5000を色で例えるしましょう、しましょう。募集して、その回答せーので。あ、なるほど。お題決めるか、じゃあ。うん、じゃあ今日 のお題は、初の生放送でアランヒルズの2人がやらかしたことは何でしょうか。何そのお題っていうお題で。
はい。それが現実にならないように。ここに書いてもらえればさ、うん、なんかあ、それをやらなきゃいいんだなっていう。気をつけようっていうことになるからね。うん、なるほどね。はい、やってみましょう。じゃあ皆さん、スタート。数字の0から9まで何か一つ入れてからコメントしてください。はい、ドーリンが今日は3桁の数字考えました。はい、考えましたよ。涙のリクエスト。相模原探検隊の焼き直し。相模原探検隊ってどんなやつだっけ？目黒さんがやってたやつ。相模原。あれ何やってたの、あの人。いろいろな情報を最近ですねみたいな話。いろんな情報を教えてくれました。なんだろうね。ファスナー全開だった。別に問題ないな。わかんないし。どこの三つ子と言った。三つ子と俺たち三つ子一つ一人増えてるっていう。三つ子でテンパでって面白い。三つ子でテンパでって言ったらね、うん、どうしたってなっちゃう。もう始まってるって一言からスタート。ありがちだよね。あ、これありがちだよね。もう始まってるのに、沈黙3秒で放送事故。キャー、うん、パンツ履いてなかった。問題ない。問題ない問題ない。ロッキーチャックのリトルグッバイ。あれ、アランヒーズがドーン。なんだこれ。話が尺に収まらないで刺激れた。ああ、こういうのもね。え、これ本当にありそうじゃない、ね、いや、これもただし一人だったらあるよ、絶対。全然ある。ありそうっていう、ありそうっていうね。ありそうっていうのは確かにある。シワ放送。そこは二人いるから大丈夫なんで。いや、どうかな。星の話で50分。うん、いいっすね。こういう回あってもいいよね、生放送だから。そうだね。もう熱くなったらさ、そのまんま。うん、行っちゃうっていう。そうそう。だから、あの、面白い話が全くない時があってもいいと思うね。そういう超真面目なマニアックな回。そうそうそう。だもうずっと今日は日野テルマサについて話してた。あ、今日のニュースそれ。スマホから AV の音が。ああ、じゃねえよ。しかも2人で。どっちのスマホだっていう。で、相手のせいにできるもんね、これね。そうだね。お前のだろ。手話放送。危ないスラングを言った。いいね。右が兄の匠で左が弟のただしですってラジオでわかるかい。噛みまくりで何言ってるかわからない。キャーですね。1時間 JAXA の話しかしなかった。いいですね。宇宙兄弟です、ね。宇宙兄弟の、ね、うん、死後しか言ってない。窓が開いてる。突然死なの国を歌う。かわゆすが、うん、あ、そう。本当。早いらしいですよ、今。どうもハランヒルズですって言って、始まった。ミュージカル風にね。ミュージカル風ハランヒルズですですこんな振り方がいいんですよ、と振り付けをやり始める。なるほど。あ、踊り出しちゃう。放送禁止用語連発。喧嘩を始めた。あ、喧嘩始めるの面白いね。面白いね。本気で喧嘩始めたらちょっと。これからの歴史の中にあるかもしれない。生放送だとそういうのが伝説の回になるからね。そうだね。北の国の音楽を流してる。北の国から、ああ、あっちの方だね。いやいや、それはそもっと北の国。薄田観測所の話で1時間と。はい。地元の。記憶が飛んだ。ゲストにゆうゆう歌。彼女の話で終始した。ああ、いいですね。これもありそうじゃない？彼女の話で終始する。女の話で盛り上がるって。それは絶対あるでしょうね。放送中に身長が2ミリ伸びた。わかんないし。なんで放送前に測ってたんだっていう。いきなりの解散宣言。困る、これ、兄弟のいいところっていうのは解散がないっていう。まあまあそうだよね。休止はあるけどね。休止はあるかもしれないけど。鼻毛が出てた。あ、いいね、それいいですね。ありますよ、よくある。獣フレンズの話しかしてない。さて、どっちがアランでどっちがヒルズでしょう。知らない。そういう分け方じゃないし。二人とも時間に来なかった。だんだんこういうのあったら面白いね。ドキドキだね。二人とも来ない。ずっとつなぐっていう。すいません。今向かってます。あの携帯からこう今ですね電話して。あ、そういうのもありだね。股間のロケットを思わず打ち上げる。まずいですね。ほら。全員のスマホからゲイビデオの音が。隕石温度1時間の間に作る。なんでゲイなんですか。このね、お塚くんっていうのがね、うん、あのすごいゲイなの。すごいゲイなのってなの。親の悪口を言い出した。2ちゃんのコピペを朗読する。アランとヒルズさん、
阿佐ヶ谷姉妹が乱入。あ、いいっすね、阿佐ヶ谷姉妹。会いたい。会いたい。これってどうなんですか、西さんと終始西さんに対立。それ最初あるかな。ラジオドラマ小海線の恋をやり始める。ラジオドラマそんなのあるんですか。知らない。課長ではなくアランヒルズ壊れる。巨乳か貧乳かで1時間終わった、うん、カレーの好みで解散危機、うん、食べ物の話も盛り上がりそうだね。ですよね。西さんが話に割り込んで55分間西さんの話もありえる。西さんが乗っ取っちゃうってこと。番組スタートと同時に突然大鼓を歌い出して番組終了。頭皮から血が出る。坂本トレーナーにマッサージしてもらう。あ、坂本トレーナーにね。実はイボ兄弟だったとカミングアウト。こんなにそっくりなの。30秒前。早口言葉しか言ってない西さんの手帳は私たちが持ってるって告白。出てきました手帳。西さん黒川の手帳、ね、黒川の手帳。黒川の手帳が。そうそうそう。いえいや、はんちゃらいしか言わない。言葉の語尾をずっと上げて話してた。どういうことだとかでってそういう感じだよね。5秒前終了。3、2、1、終了。はい、はい、じゃあ数値のチェックしますので、数字チェック。カオリンが用意した3桁の数字とぴったり重なってたら、うん、その3人の方に素敵なプレゼントを差し上げますよ。はい。兄たくみさんがトイレ行ったきり帰ってこなかった。ゲリラ出したね。ゲリラがやってきたんだね。楽しみだね、生放送ね。ねえ、これ本当に行くのか。マジドキドキしていい。西さんが寝て放送できなかった。西さんが寝て。あ、用意したネタが30分で終わっちゃったとかね。はあ、あ、なるほど。あるよね。怖いな。いや本当に、でもあのミュージックボックスを初めてやった人が、はい、オープニングに5分のフリートークがあるじゃない、頭の、はい、そこでそれが1分ぐらいで終わって黙ってたことがあるよ。誰か、誰だったっけ、誰だったっけ、そういうことあったじゃん。本当、あれミュージックじゃなかったっけ。黙ってた。でも確か当時は編集できるからいいのか。そう、確かね。それで、うん、あの5分ぐらいのトークって書いてあるのを、不良資料を量子重力理論で多次元宇宙を解析する。マルチバースね。マルチバース。多分ね、喋ってて、うん、なんか話があまりにも短くって、それでしかも落ちてなく状態で、それで確かなんかミュージックじゃなかったっけな、誰か女の子だった本当、うん、でそれでその人がタムタムの方を見てこう終わったっていう顔をしてて、もう話し終えました。タムタムもってもうって、それでオープニングテーマ、そうかけるみたいな。嘘でしょって言って、あるよね、あるね、そういうことあったと思う。普通5分ぐらいは話すなと思ってスタートしたら、うん、ふーってなるじゃん。うんうんうん、ふーってした次の瞬間ぐらいにこう終わったっていう顔をしてこっちを見てる。うんうん、そうね。タムタム曲かけてっていう目で訴えるみたいな。終わりましたけど、うん、みたいな顔をしてる。ああ、ある、やったことあるかも。緊張で、でもあのジャックさんの時もそんな分かりにくくなかったもんね、ちゃんと、うん、話もしっかりしてたし。そうですね、セミマルさんも面白かったって言ってた。相当でも緊張しましたよ、うん、あの本当聞きにくかったしね、少し。そう、あの、そうなんだよね、ヤモニカがノイジーだったの、ちょっとノイジーで、そうで、しかもちょっと電波が良くなかった、ね、パーデンが、うん、ルイバー、そう。こっちもね、途中切れたりとかしてたから。そうだね、ブチブチ切れてたから。あの場所によってね、カオリンにスペースデブリのことを教える。マニアックですね。スペースデブのことじゃないよ。デブリ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 ですね。ただ超弦理論について結構西さん自分あれ出てたよね、ちょっとさ自虐なさ、うん、なん42トンの話してて、うん、僕よりは重いですねみたいな話入れてたよね。なんか42トン？なんだっけな、なんかの重量の話を JAXA の日にしてて、うん、僕よりは重いですってみたいな話してたんだよ。
出てたんですよ、あれ。デブネタ基本だもんね。そうだね、自分で言うにはいいんでしょ、人に言われるといいんだけど。大川さんとじゃなかった？あ、そうだったかもね。大川さんそういうの大好きなんだよね、なんかね。自分で言うのはね、そういうベタなやつが大好きなの。自分で言うのはいいけど、人に言われるとカチってくるでしょ。そんなことないわよ。俺らもくるくるって言われるとカチって。あ、そうなんだ。本当？くる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 禁止だってみんな。二人合わせてくるくる。よし、数字のチェックできました、はい、できました。それでは古谷香織先生から発表です。さあどうでしょう、今日は当たったら、当選が出たらアランヒルズ賞だね、うん、お、そうだね、アランヒルズ賞は出たんでしょうか。出たかな。なし。残念、なしです。でも俺数字知らないからね。あ、そうだね、うん、ね、あれですよ、あれ、あれ、あれ、どれ、もうあれなの。何が、もうハゲネタも、もう、もう今ひどい悲惨なことになってて、今抜け替わりなんでしょ。この間ね、あのシャワーを浴びてて、うん、鏡の前の洗い場でこうやって洗っててさ、うん、でその髪の毛ベタってなるじゃない、うん、そうしたらね、あの最近 RG さんが細川たかしの頭にしたじゃない。あれふざけてああやってやってるけど、普通に俺細川たかしになってて、本当、あ、 RG だって思って、うん、RG が出来上がってた。自動的に自動的に。これがさ、でもこれ、でもこれね、ちょっと見て見て、はいはい、ここのさ、はけた部分のところにさ、うん、今こうちょっと芝生みたいに生え始めてない、こうやって数ミリの、あ、生えてます、生え始めてる、生えてる、俺これをずっと繰り返してんのよ。なんかハゲる時期が来るの急に、あの犬猫みたいにこう毛の生え変わる時期が、でもこれはこれで生え出して生え変わってる、 そこにまた生えてくるんだよ、ね、あの多分日焼けとかじゃないですか、日焼けとかで皮膚が なんかね、皮膚っぽいんだよね、皮膚に一回やられちゃってるだけで、それが復活すればまた頭皮はダメじゃない、生えてくるんじゃないすんげえフォロー、すごい兄弟で喋ってくれてすんげえフォローしてる。いや本当だって、そんな感じだ、そんな感じでね、そうだね、もうでも長いよね、でも日産ね、そうなのよ、たまにその時期が来てね、小さいところから始まって、うん、そうだね、なんか小さいのと小さいのがくっついちゃったりとかして、微妙だよね、なんかさ、なんかさ、あの俺はいいんだ、俺は全然いいんだ、うん、俺はデブネタでもハゲネタでも何でもいいんだけど、うん、あの毛の話をするとさ、うん、異様に気にする人って結構いるじゃん、なんかいらっしゃいますね、人によってはね、急に無口になっちゃう人とかいるじゃん、うん、なんか、うんうん、なんかそういう人って気にするんだなと思って、あの結構あのほら、あのスキンヘッドとかにしてる人も案外気にしてたりとかして、うんうんうん、ああもうだから剃っちゃってスキンヘッドにしちゃって、それが似合ってればいいですよね、そうそうそう、それでいいと思うんだけど、でもそういう人の前で、うん、最近抜けてきちゃってさみたいなこういう話をすると、うん、いやいやあるじゃないまだ、うん、いやそういうそんな真顔であだから気にする人は気にするんだなと思って、うん、言いにくいんだ逆に、笑いに割としづらい、あ難しいところですね、で特にさ、俺リスナーさんってちょっとうちの番組とかって年齢層高いじゃない、うん、そうすると大体みんな危険な人は危険な感じになってるじゃん、なんか自分から言ってる人もいるしね、もういるし、うん、もうとっくに危ないのに一切触れない人もいるじゃん、うん、あ本当今思い浮かべてる、ね、タイムラインで黙った人がそうですよ。まあ年齢的に ね、そう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 、みんな仲良く徐々にそういう風にね、そうなんだよ、それはしょうがないことです、そうそうそう、多分だから俺よりデブはいないだろうなと思うから、おうデブネタはもう全然いけるんだけど、おうあそういう意味、俺がこのぐらいで、俺がこのぐらいでも、もう俺もデブでハゲだからさみたいになると、うん、ハゲてないじゃんみたいなさ、怖いですよ、トーン怖いですね、っていう、いやいやまだあるじゃんみたいに急に、でもしかしたらパソコンの前で真顔になられる人がいるかもしれない、前に真顔になられた時は何回かあ、そうなんだ、これこそ不毛な争いですね、うまい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 ね、気にする人って意外と多いんだよね、そうだね、だからあの本当全然俺らからしたら分かんないレベルで、うん、いや俺来ちゃってるんだよみたいな、はいはいはい、だからそういうコンプレックスを抱いてる、やっぱり、うんうん、で
なんかね大人になると、はい、普通にこうか頭がね仕上がっていく中で、はい、抜けた またそうやって反応する人がいるかもしれない本当に抜けんのよ、ね、よく抜けんのよ、うん、本当によく抜けんのよ、うん、なんかね あのねおでこはね、はい、そもそも広くなるんですよ。あ、そうらしいですね。抜けてるじゃない。そうらしいですね。広くなるんだ。そうそう、だからカオリンがそんなこと言うけど本当は太っちゃったんですよみたいな話をすると、うん、多分あの声は出さないけど、うん、それを聞いてる女性リスナーとか、うん、カッチーンって来てると思うのよ、ね、どこがじゃどこが太ったんじゃって言って言わない方がいいね。でしょ、でしょ、言わない言わない、難しいよね。なんかねこういう話ってね、うん、難しい。いや勉強になりますね、どの辺を笑いにできるかとかさ、そう、自虐してるつもりが全然そんなことに、そうだからあの自虐って言われるじゃん、だから、うん、デブネタとかをすると、うん、でも俺全然自虐してるつもりなくて、うん、普通に普通の笑いのネタとしてやってんだけど、うん、いや自虐ネタやめてくださいよって言われて初めて傷つくみたいな、うん、あそうか、自分がそんなつもりで言ってないの、全然そんなつもりじゃなく一緒に楽しく盛り上がってたのに、はい、やめてくださいよ西さん、自虐ネタは自虐じゃなかった、怖えよ、もう何て言っていいか分かんないよね。そういうのあるよね、じゃ触れないっていうことで、ね、あえて触れない、難しいわよ。ちょっとあれやる、ロスタイムやりますか。じゃあ1分間のアドディションアドディショナルタイムっていうんだっけ言えてね、アディショナルタイムやりましょうか。はい、じゃあ1分間で、はい、1分間0から9までの数字だけを打ってください、はい、スタート。でこ広い人は幸多いと言いますからね、本当。あ、らしいですよ。今日もふっさでふっさふっさふっさでふっさ、頭のてっぺんまでおでこだって強弁する人もいるし、うちの学校にはあれだよ、あのおもながなだけだって言い張ってる先生、あかっこいいですね、おもながなだけだってね、なんかね、もう名言っぽいですね。こう見えても西さんのねハートはガラスなんですよ書いてる、ね、ちょっとしたことでパリンって言っちゃうから、どうしたらいいんだよ、あったかいのか分かんない、本当だよ、難しいよ俺が難しい人になっちゃったじゃんさあ今度はリアルタイムで見てください、香織さん。はい、見てますよ。僕は数字を知らないので、はい、香織が用意した数字を、うん、と同じ数並びになる、あ、ちょっと読んでる人がいるっぽいね、多分これだろうっていう数字を、うん、どうかな、あれですよって言ってたからな、うん、なんだろう、時間見てますか。見てる。10秒、あと5秒、3、2、1、終了。さあ止まるまでが、止まるまでどうかな。すごい、大西さんいっぱい打ってるな、ねえ、ハゲデブリって盛況最強ハゲのゴミってことじゃんだって、ちょっとクズ、ハゲのクズみたいなもんじゃないさあ、あ、終了が出ましたね。はい、はい、今日の数字当てはなかったです。残念残念でした。残念ね。はい、じゃあ今日の数字発表しちゃいますよ。発表しちゃいましょう。お願いします。今日の数字は、それでは古谷先生が選んだ3桁の数字はこちら、じゃん、7。今日のミュージックボックスの回数だ、0。はい、740回目、今日740回だね今日ね、はい、からリニューアルスタートでーす。この後10時からでーす。みんなちょっとあの839@fmhot.jp にまた、うん、アランヒルズ宛てのメッセージ、ぜひとか、はい、生放送でリクエストとかちょうだい、やってほしいことね。もう西さんにもカルさんにもでいいんですよ、そうしたら出てくれるんですかいや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 、ここはぜひアランヒルズの2人に、2人で頑張って、はい、頑張ってもらいますね。だけどでもこの間のあの JAXA のリポートで俺だいぶ安心したよ。お、生放送やっぱ2人だと強いなっていう、なんか、うんうん、あのバランスを自然と無意識に多分バランスを取るというかさ、うん、あ、こいつ真面目に言ったからこちょっとふざけなきゃとかさ、はいはい、ふざけるんなら真面目に行こうかなとかさ、なんかそういう多分無意識のうちに2人でバランスをうまく取るから
これ全然生放送も大丈夫だな。そうですね、まず2人っていうのがね、1人に何かあっても1人がフォローできるし、ね、まあまあそうですね、うん、そうですねそれ強いよ。メールフォームはなかったかもしれないね。あ、なかった？本当？ちょっと確認だけしといて、とりあえずじゃ あのメールはつながってるんで、839宛てに。そうね、839アットマークか。そうです、そうですね。ミュージックボックスの あれ写真そろそろ書いてもらおうか、俺たちの。あ、メッセージフォームはあるね。ある、うん、じゃメッセージフォームも使えそうです。写真変える？ミュージックボックスの。あ、そうですね、そろそろね、写真そろそろ変えてっすね。めんどくせえな。めんどくせえな。めんどくせえな。俺もうなサイズ忘れちゃったよ。サイジングはまたちょっと、まあまあまあしょうがないです。だって全員の変える時の方がいいじゃん。俺ちょっと怖いんだもん、俺の顔あれ。あ、本当だ、ね、確かにね。タクちゃんはなんかさあれだけどさ、ほらなんかこのサイズとさっきのサイズとなんか2パターン遅れっていうこと、ね、あるんだ。すいません。すいません、お願いします。あれでも写真同じだもんね、これ。そうですね、そうですね、一緒ですね。この間のやつが出て、あ、本当だ、この間の写真出てきた ね、うん、あ、ジャックさんのね。ちょっと SA なんか縦横比違わない、なんかな、うん、ジャックさんあれ違うように感じるのなんかね、なんかね、ちょっとね。じゃこれ鈴江ちゃんのもうだいぶ前のだもんね。そうでしょ、じゃあ皆さんそろそろ買いますか、リニューアル。ね、かおりさんでも撮ってないのよね、最近ね。あ、そうだね、撮りましょう。アーシャー行きますか。アーシャー行きましょう。アーシャー行きましょう。ね、せっかく生放送になったし、はい、なんだろうな、写真買いますか。自然の中で撮ってほしいね、かおり先生は。そうね、またシティもいいけどね。シティもいいけど、シティもいいけど、町田シティとかでもいい、ね、もういいけど、だから自然の中、あの、ほんとひまわり畑で、ひまわり畑で捕まえて、違うか。ね、ザカさんまたミュージックボブになってるよ。惜しい。 VOV になってるよ。惜しい。ボックスだよ。かおりさんの髪型ふわふわしてますね。ふわふわ、ね、ふわふわさせちゃいました。髪の毛がアランヒルズって言われた。そこまで言ってないんだけど、負けてます。あ、おじさんありがとうございます。メッセージフォームもアップしてました。あ、本当だ、ありがとうございます。一人がドラムをやめられなくてももう一人がビンタを対応できる。なるほどね。おかしいじゃん。だからなんであの、ね、生徒と先生役に分かれないんだね。本当じゃないんだからね。メールの取り方知ってますか。プリントしたら裏のプリンターが出てきます。メールはちゃんと取っておくから。取ってください、ください。カオリが取ってくれる。AD やりますね。大丈夫です。いやすごい心強い。俺 ね、みんなメールお願いね。今日までねお二人がねいるかどうかも知らなかったんで。なんで？普通にさ電話しちゃったじゃん。あの担当の方いらっしゃいますか。そう。そしたら西さんもあれ？西さんいてくれるんだと思ってすげえ安心したの。え、そんな感じだったの？本当に。ね、これフッサにいるって聞いてたし。あ、もうだからね、フッサの人なんだっつって。フッサの人なんだよ。フッサの人だ。そうだから、ここを片付けなきゃいけないんだよ。そうそう、ね、じゃあそろそろレースターを片付けなきゃいけないんだよ、はい、ここ使っちゃダメなんですね。はい、そうなんです。この後今週だけね、うん、また生放送の方が基本は A だ。基本はこっちでそのままやるんだけど、うん、え、これ今生放送流れてるんですか。ユーストリームだけで流れてる。ユーストリームで、ね、配信でこれが流れてる、うんうん、はい、じゃあ皆さん、あ、また気が抜けたよ。気にしない本当に抜けるんだよね最近ね。はい、ということで皆さん今日も長時間ありがとうございました。ありがとうございました。この後10時からもぜひぜひ 83.9MHz 聞いてください。よろしくお願いします。生放送だよ今日から、よろしくね、はい、ハッシュタグミュージックボックスでお待ちしてます。じゃあ最後、カオリンの夜間飛行をかけてお別れします。はい、じゃあこの後はミュージックボックスで、それで次は西ラジか、ね、あ、マイホームタウンがあって西ラジね、うん、はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。お相手は西健二と古谷香織でした。おやすみなさい。あ、お休みしちゃいけない。また聞いてね。ミュージックボックスまで起きててね。この二人は無視ですよ。